ぱいあって、とりあえず僕はあの台湾と日本をつなぐ何かの活動をしたくて、日本人は台湾に行きたいなとか、台湾人は日本に行きたいなって思えるようなことをしたくて、台湾を選んだのもあるし、まあ彼女が台湾人っていうのもあるから、まあ、それもあったり、自分のためでもあったりっていう感じです。だから台湾を選びました。一番は学校が好きです、うん、やっぱり台湾に来て今まで観光できたから、その台湾の文化をあんまり知れずに過ごしてたから、やっぱりこう学校に来て台湾の言葉を学んで台湾人と喋れるから、やっぱ学校が楽しいのが一つと、スクール、学校学校が好きです。結構深いな、やっぱり日本にはないような文化があったり台湾にはあるから、それを感じれるのは俺は今のところ学校かな。やっぱいろんな人がおるから、何人いろんな人の文化があるから、台湾で今はここが一番楽しいと思います。おお、一つは暑い、めちゃくちゃ暑い。あとは店員の態度が悪すぎる、まあ日本と比べて他は全然いいかな。難しいです。漢字は結構一緒のがあったりとかで、やっぱ台湾で店を見たり、漢字で店見たら、あ、なんとなく漢字これやなっていうのは日本人は理解できるけど、やっぱり文法とかその発音がやっぱり一番難しい。なんかここで今台湾で1年間中国語を勉強しようと思ってるんやけど、その1年間の中でどう感じるかはこれから分からへんけど、今思うのは日本と台湾を行き来できるような仕事をしたいと思ってるから。でもやっぱりその1年経ってからやっぱり英語を学びたいと思って、まあ、どっかアメリカとか行くかもしらへんけど、まあ、とりあえず現時点では日本と台湾を行き来できるような仕事と将来を、そういうプランがあると思います。今はそう思ってます。台湾に住むためには、別に必要なものはない。その気持ちとやる気とか、まあ、何をするかによって変わってくるけど、まあ、彼氏彼女がおるかもしれへんけど、学校に勉強しに来るならやっぱり気持ち、気合でやってやるぞみたいな気持ちが俺はいるんじゃないかなって。それさえあればなんとなくで英語喋れへんくてもいけるし、実際俺も喋られへんから、まあ気持ちさえあれば行動にできるかなって思います。